い、どうもこんにちは、しゅんじです。今日は懐かしいトミカ、こちら2台と、あとね、かわいいトミカ、こちらご紹介したいと思います。はい、まず1台目はこちらを見ていきましょう。ナンバー54番、スバルインプレッサ WRX。 これね、新車初回限定メタルバッチ入りです。これ昔ね、何台かこんなやつありましたよね、メタルバッチ入り。では早速箱から出したいと思います。デン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 、キラーン。はい、こちらが初回限定のメタルバッジになります。トミカ30周年アニバーサリーのメタルバッジです。で、車の方がこちらです。はい、こちらナンバー54番のスバルインプレッサ WRX になります。ボディカラーの方はブルーのツーコートパールになっています。フロントから見ていきまして、ヘッドライトのところはシルバーにペイントされていて、あとラジエーターグリル、バンパーのグリルのところは黒色にペイントされています。はい、サイド行きます。サイドにはアクションにドア開閉機能がついているのと、サスペンション機能がついています。ホイールの方はノーマル形状のホイールがついています。後ろ回り見ていきましょう。後ろはですね、トランクのところに羽がついているのと、あとテールレンズなんですが、これ樹脂パーツなんですね。赤色の樹脂パーツで、真ん中のね、この青い部分がボディカラーと同じ色をペイントしてますね。はい、反対側のサイドはこんな感じです。では最後に底面の方を見て年式のね、確認だけしたいと思います。はい、じゃーん、ここですね。2000年のナンバー54番になります。はい、まず1台目は年式2000年になります、ナンバー54番、スバルインプレッサ WRX でした。では2台目はこちらを見ていきましょう。ナンバー33番、トヨタスープラ。パッケージの方はね、こんなイラストになっています。アクションにサスペンション機能と左右ドア開閉機能がついています。では早速見ていきましょう。僕ね、この車大好きなんですね。かっこいいですよね。はい、出てきました。こちらナンバー33番のトヨタスープラになります。ボディカラーの方はソリッドの赤色ですね。はい、ではフロントの方から見ていきましょう。ヘッドライトがですね、メッキのパーツが使われていますね。はい、サイド行きます。アクションにドア開閉機能がついています。そしてサスペンション機能がついています。ホイールの方はノーマル形状のね、ホイールがついています。フロントドアのこのプレスのところと、クォーターのね、この形、すっごい細かいところまで再現されてますね。はい、では次後ろ見ていきます。後ろにはですね、トランクのところに大きな羽がついているのと、テールレンズは綺麗にね、塗り分けされてまして、まずは黒色で、中にですね、白色、これはバックランプですよね。そして赤色とオレンジ色がペイントされています。こんなにね、後ろが綺麗に塗り分けされているのはちょっと珍しい気がします。はい、反対側のサイドはこんな感じです。ではこちらのトミカね、何年式かちょっと見てみましょう。てて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 、これはですね、1994年のナンバー33番になってましたね。はい、2台目は1994年のナンバー33番、トヨタスープラでした。はい、では今回ラストになります。3台目はこちら、じゃーん、ドリームトミカくまモンのパトロールカー。かわいいですね。僕ね、これ持ってなくて最近やっと買ったんですよね。パッケージのイラストはこんな感じです。では早速見ていきましょう。ででででん、出てきました。また可愛い形してますね。
はい、ボディカラーの方はですね、黒がメインといいますか、パトカーと同じですよね。黒と白色、ルーフのところにはパトランプがついています。はい、フロントの方はね、くまモンの可愛い顔が描いてます。はい、横行きまして、横にはですねローマ字でポリスと書かれていて、はい、こちらアクションにサスペンション機能がついています。あとホイールの方なんですが、ちょっとね変わっていて、真っ黒の何もね柄もデザイン性のないホイールが履かれてますね。はい、後ろ回りきます。後ろはですね、テールレンズが多分ね、これ足の形になっているんですかね、可愛い形になってます。あとバックガラスのところもちょっとね変わった可愛い形になっています。はい、反対側のサイドはこちらです。はい、ラスト3台目は可愛いトミカくまモンのパトロールカーをご紹介しました。はい、今回はちょっと懐かしいトミカ、トヨタスープラとスバルインプレッサ WRX、 そして可愛いトミカ、ドリームトミカ、くまモンのパトロールカーの3台をご紹介しました。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたね。はい、どうもこんにちは、しゅんじです。今日は初めて買いました、こちらドイツジク社のミニカーを買ってきたのでご紹介したいと思います。僕ね、今回初めて買ったんですけれど、これカタログなんですが、めちゃめちゃねクオリティが高いのと、あとねすごいラインナップが多いんですよね。かっこいいのばっかりですね。ジク社のミニチュアカーの日本での輸入総代理店はですね、ボーネルンド、あの世界でも有名な